さん、ついもうなかった。そうか。じゃあ、今日買ってこよう。夏ももうダメやね。いくら磨いてもちょっとも引かないよ。あれはまだいい。おかげで随分切れてきたよ。まだまだ履ける。どうせお前忘れもんないか。忘れ物ないか。終身算術、歴史読み方、思考。あ、しもた、そろばん忘れた。ほら、みん。照らしがないぞ。円の面積は半径の事情に 3.14 をかける。うん。円錐形の体積は半径の事情に 3.14 をかける高さかける。それを3で割る。よろし。いいかね、支援形 AEDC は円に内接してるから、各 ACD は DEF と I 等しいね、円に内接する支援形の外角。また、各 AEC と ABC、この角とこの角は I 等しいね。何でしょう。加藤。同じ子、AC の上に。そう、同じ子、AC の上に立ってるから、この角とこの角は I 等しい。しかるに、三角形 ADC は、これは二等辺三角形である。だから、この角とこの角は相等しい。したがって、この AEC と DEF もまた相等しいね。分かったか？何か質問はないかね？では、ここまでにして、今から兄さん、修学旅行の注意をします。静かにして、静かにして。4年生は今度東京方面に行く。東京はい、はい、東京ではまず球場を要拝、明治神宮靖国神社を参拝、それから鎌倉江ノ島箱根方面を見学する。ではお移しします。皆さんこちらをご覧になって、はいはい、では参ります。お前、よう、なんか、やつらやな。見れてるわ。お、見てください。お、ある。お、車。
それは敵ですな。それは困った。でかいもんやな。すげえか。うん。わしやったろ。知らん。やったろやったろ。いいって言ったら。ダメだ。ダメでした。まあ、なんともないです。帰り、歩いてるか。大概大丈夫や。明日、実家にタコを塗ってき。はい。このメンバー何件来てるか。前回の件や。なんこいつ知っとるわ。だな。そんなことそこに知っとるわ。おお。あれは、いい人じゃないかな。注意してたんだから、まさか乗る前とは思うけど。誰か乗った者おらんか。誰かボートに乗った者おらんか。すみません。どうした、いかんか。すみません。本当に知らんか。すみません。すみません。すみません。おい、これ何部やった。50銭やった。50銭。それの、この買えなかった。行ってるか。80銭で。80銭。あたら。先生。すみません。なんだ、吉田がボート乗ったのか。電話死んだ生徒の父兄も十分了解してくれてんだ。それは僕も危ないと思って注意はしたんだ。だがもっと慎重にもっと固く言い聞かせたら、それでもボートに乗ろうという子供は一人もいなかったんだ。誰だって僕の言うことはみんな聞いてくれたと思うんだ。あの日は3年間僕が3人を知り、誰もかもみんなの気心を知り、吉田だって決して教師の言うことを聞かない子じゃない。やっぱりどっか僕の注意が足りなかったんだ。という人時だったんだよ。あんただけがそう深く思えてることはないと思うんだろうな。いや、いろいろ心配してくれるのはありがたいと思うんだけど、どうも今度のことはつくづく考えた上のことなんだから。いや、それはもうよう分かってる。とにかくもう正式に辞表も出したことだし、校長も分かってくれとるんだから。そんなことは問題じゃない。いや、しかし平瀬さん、どうか今度のことはこのままにしておいてもらいたいんだ。僕も考えたんだが、人の子を預かるような仕事はもう本当にこれっきりにしたいんだ。恐ろしくなったんだ。じゃあこの間うちから吉田の親たちのことが頭に飛び出て、僕も子供を持っててよくわかるんだけど、せっかく彼まで大きくしてあんな思いがけない死に方をされたんじゃたまらんからね。楽しみにして出かけた子供が3日目には冷たくなって帰ってくる。それもちゃんと付き添いの教師がついての上でだ。親としては全くたまらんや。楽に泣かれんや。
暮れのうちに子供心におっかさんに箱根細工の糸巻きを買ってるんだ。僕だって付き添いの教師を恨みや、そんな教師に子供は任しちゃおけんや。僕はこんな仕事がつくづく恐ろしくなったんだ。怖くなったんだ。第一の柄じゃないよ。しかし、あんたとしても洋平君もいることだし、今後どうするつもりだ。私あたり、国へ帰ってみようと思うんだ。昔、親しくしてた男がいるんで、まあ、落ち着いて、いろいろ考えてみようと思うんだ。ただいま。こんにちは。いや、お帰り。お父さん、あの家で生まれたの？ああ。今でもお父さんの家？いや、今はもう違う。さっき、お墓へお参りしてたろ。うん。お母さんのお墓の隣におじいさんのお墓があったろ。うん。そのおじいさんが、あの家を売ってお父さんを学校へやってくださったんだ。おじいさん、学校やっとったの？いや、おじいさんは漢学の先生だった。あそこから毎日、お城へ通っておいでになった。もっと裏が広くて、大きい柿の木があった。なあ、後でお城へ行ってみよう。あ、行ってみよう。よく噛んで食べよう。この町に住んでみようと思うんだ。うん、ならここに帰ってくるの？うん。ならこっちの中学の先生になるの？いや、先生はもうやらん。なあ、お前にも話そうと思ってたんだが、お父さんは先生はもう二度とやらないと思ってるんだ。ならどうするの？どうするかわからんが、ここから虹ばかり行ったところにお寺があって、昔仲良くしてたお嬢さんがいるんだ。今からそこへ行くんだ。お父さん、坊さんになるの？いや、坊さんは格の高い方でないとなかなかなれない。心配することない。お前もうこっちの学校に変わることになるだろうが、
どうだ、いいか。まあ、我慢してくれ。そのうちには友達もできるだろうし、どこの学校も同じことだ。なあ。そうか、入っていいや。お父さんの向こうの中学でムジナやろ。だから僕のことムジナの子ムジナの子って言うのすげえやった。うん。上田じゃまだそれ知らんもんね。うん、それは知るまい。職場の方はもう慣れたから。ああ、おかげさんでだいぶ。こんな小さい村で随分子供が生まれるもんだね。ああ、昨日は出産届が3つも出た。そうかな。その割にしなもんだね。わしは坊主で3番ならやがった。傭兵はどうした。さっき誰かが来てトンボ取りに行った。おお。もう友達ができたか。接種が家困るよ。いや、子供は接種が好きなくらいのもんない。ああ、今日はいい日曜だ。来たか。うん。それじゃあ明日は川へ行けんぞ。それは夕べのと同じ応用問題だ。まだそんなことやった。夕べ教えたのもう忘れたのか。半分比例の応用じゃないか。甲を連れに3人では1からぞ。甲1人では10人って、こつ1人では15って書かれるんだぞ。あ、そうか。お前はどうもせっかちでいかん。落ち着いてやんなさい。中学の試験を受けようというのにそんなこっちゃいかんぞ。大体お前は落ち着きが足りん。中学の試験も通らんようじゃしょうがないぞ。ろくなもんにはなれんぞ。お父さんはお前さえ一生懸命であれば中学ばかりではない、その上の学校へでもどこへでもやらせてやる。落ち着いて考えて。あ、できた。うん、どれ。よしよし、落ち着いて考えれば何のことないだろう。うん、うん、これでいいんだ。負けないだろう。うん、次道具持ってきなさい。お前、糸をちょっと調べとけ。これでいいの。あ、よし。明日早く起きてミミズ払わんといかんな。裏の一部の担当何とおるよ。そうか。まあ父さんも良平も明日はわしに遠慮せんと運動取ってきてくれ。引導はもう党に渡してあるんや。ここらの早はなかなかすばしこいで。
だ。金が済んでいい気持ちだろ。ああ。この子はどうした？誰？何言ってたな。サマリアの息子。あ、そしたら入ったよ。そうか、辛かった。ねえ、でも僕よく入れたね。無断できなかったからダメだと思った。なに、左ぐらいは大丈夫さ。なあ、良平、お前、中学へ入るってなると、寄宿舎へ入らんといかんな。寄宿舎？それで名前は、大変だろ。僕の友達ってんの？うん。その代わり、一週間に一遍は、お父さんが会いに来てやるよ。何？その道、すぐ慣れるさ。なあ、それにすぐ夏休みだ。夏休みにはまた帰ってこられるさ。No, it is not a hen. It is a cock. Oi, hen っていうのはウンドリ系？ああ。コックはウンドリ系？ああ。じゃあ、どっかなんだよ？犬だ。犬のオスかメスか？そんなこと知らねえや。英語ってめんどくせえな。What is this bird? Is it a hen? おい、腹へんねえか？だな。なおい、飯の上に黄色にかかってんの、なんてんだよ。ライスカレーか。うん、あれうめえな。うめえけど、カレーな。これか、うん。お父さん、どうしたの？うん。ちょっと町まで出てきたんで、寄ってみたんだが、社官の先生にお断りして、その辺まで出てこんか。ああ。うめえことやったな。また小遣いもらえるでねえか。そんなにもらえるもんか。この前日曜に50銭もらったばっかりやねえか。いやいや、忘れんとけや。ああ、行ってくら。おい、親父来たのか。ああ、うめえことやったな。おい、あいつの親父に頭つけちゃうよ。なんだ？水なんだ。水なか。そやな。そやな。おい、不全身も草取りだぞ。しゅし。また草取りか。おい、いや、飲みるな、草。これ食わんか。うん。なお父さん、今日草取りだったんだよ。寄宿舎の前の草取りもとっても大変なんだよ。いや、他の人に悪かったな。いいんだよ、お土産買って帰りゃいいんだよ。帰りに大福乳製買ってね。うん。もういいんだよ。なんだ、もういいのか。もう腹いっぱいや。ライスカレー食えよかったな。食うか。もう今日はダメだ。おい、牛になるぞ。なってもいいや。ねえお父さん、午後13時やんだね。夏休みか。ねえお父さん、あの川で鮎釣れんかな。釣れるさ。日本杉の上のとこ貝掘りすると取れるよ。うん。ねえお父さん、夏休みだったら毎日釣り行こうね。うん。どうもいかんだろう。なあ、料理。今日はお前に話があってきたんだよ。何？いろいろ考えたんだが、お父さん東京へ出てみようと思う。東京行くの？
すげえな。いつ行くの？いや、お前はこっちに残るんだ。学校があるんだ。お父さんも考えたんだが、東京へ出てもう一働きしてみようと思う。今のままじゃ、この先お前も学校へやることも難しいし、お前も中学だけでなく、まだまだ上の学校へも行かなきゃならんのだ。お父さんはここでもう一踏ん張り踏ん張ってみようと思う。なあ、お前ももう子供じゃないんだから、お父さんの言うことがよくわかるだろう。お父さんは東京へ出て働く。お前はこっちの学校に残って一生懸命勉強するんだ。なあ、これからお父さんとお前と競争だぞ。お父さんに負けんな。いいか。お父さんだってまだまだ若いんだからしっかりやるぞ。お前も婚約しちゃいかんぞ。泣かんでもよろし。別に悲しい子じゃないぞ。なあに、これが一生の別れというんじゃないし。お父さんが先に東京行ってお前の学校出てくるのを待ってる。なあに、すぐ一緒に暮らせるようになるさ。わかったか。わかったな。おい、泣かんでもいい。当分亜鉛かもしれんから持ってきたが、これがシャツ、サルマタ、チリガニ、チリタが3ドル。チリタはちょいちょい洗って代わり箱に履くんだぞ。その方がよく持つ。これが風邪薬だ。腹が痛い時にはこっちの方を飲むんだぞ。いいか。これからだんだん暑くなるが、やたらに生水なんか飲まんように。寝冷えせんように気をつけていかんぞ。寝るときは何か腹に巻いて寝なさい。小遣い。あんまり無駄遣いしていかんぞ。しまってみて。向こうへ着いたら早速お父さんも手紙を出すが、お前も1週間に一度は手紙を書け。なーに、今までと同じ、今度は手紙で会うんだ。いいか、わかったな。切手はここに入って。もう泣くな。もうそろそろ帰らないかんだろ。社官の先生には何時まで聞こえられてきたんだ。7時までならまだ間がある。しっかりやれよ。もう一本。おい、お前ライスカレー食うか。うん。じゃあお酒だけ。おい、良平、こっちおいで。おい。泣いちゃおかしいぞ、男の子が。泣かんもんな。
高等学校出られました。ええ。大丈夫ないですかね。で、大学はどちら？仙台なんですよ。今度こそ東京で一緒に暮らせると思ったんですが、どうも縁がなくて。そうですか。でも、お楽しみですな。いやー、まだまだこれからですよ。しっかりやってくれればいいと思ってるんです。ちょっと失礼。先生、平野先生。いや、ちょっと失礼。いや、これはこれは。やっぱりあなたでしたか。お久しぶりですな。いや、またどうも妙なところでお目にかかるもんですな。どうもさっきからよく似た方だと思っていましたが、まさかあなたが東京においでになるとは。いや、全く妙なところでお目にかかるもんですな。あなたもずっとこちらで。ええ。これはどうしてお見えになるんですか。ええ。そうですか。私も去年の秋からこちらの目になりまして、これはどうして来るんですが、今までよくお目にかからなかったんですか。本当ですな。いや、ご避けて。いや、どうも、お待たせしました。最後にお目にかかったのは、私が上田の寺を訪ねした時ですから。あれからかれこれ12、13年もなりましょうか。もうそうなりますかね。何しろろくに方角もわからないところへ出てきまして、ただもうその日その日を忙しく終わりましたので、いつも気にしながらどちら様へもしっかりご無沙汰して。いや、ご無沙汰はお互い様ですよ。あ、よしよし。もう口を持ちなんですけど。いや、どうぞもお構いなく。これもう少しないか。どうだいやー、これじゃあ表でお目にかかってもとても分かりませんな。いやー、大変ご立派で綺麗で。おいくつにおなりで？21なんです。おー、どうもなりばかりを。いやー、どうぞ。なかなかご立派で。あ、せいちゃん。おい、坊主、こっち来てご挨拶しないか。嫌だよ、せいちゃん。え、だったら嫌だよ。おい、あれですから、困ったもんですよ。いや、子供は元気がいいのが何よりですよ。ダメじゃないの、せいちゃん。おじいしなくちゃ。バカね。何？盗みに行くんだよ。ダメダメ。ダメよ、お客さんにもおじいしないで。おい、姉ちゃん。ダメやね。おい。で、市役所ではどういうこと？ええ、東京市の資料編纂なんですよね。まあ、すぐでなきゃやれん仕事ですよ。
どうよ。いや、もう。まあ、私のような老朽教師にはうってつけですよ。いや、こんにちは。お、どうした？ニュース見に行くんだよ。お、しょうがないやつですよ。お宅の良平君は？いや、あいつもおかげさまで、今年やっと先代の帝大を出ましてね、もう25になりましたよ。おう、もうそんなになられましたか。で、お勤めの方は？学校の紹介で秋田の工業学校の方へ決まりましてね。おう、それは結構で。いや、妙なもので、もう一生教師はやるまい、しがれにもやらすまいと思っていたんですが、もうやっぱり巡り合わせと言いますか、何と言いますか、カエルの子はやっぱりカエルで。いや、いいじゃありませんか。羨ましいですよ。しかし、離れ離れでお暮らしはあんたも寂しいですな。いや、昔からもう慣れっこですよ。あいつとも随分長いこと別々に暮らしてきましてね。今年こそどうやら一緒になれると思ったんですが、もうやっぱり縁がないとでも言うのですか。しかし、あんただってお達者だし、一緒に暮らすときはこれからまだまだいくらでもありますよ。それはまあ、そうです。いや、本当ですよ。恋はまあきりはないけど、良平君はもう立派になられたんです。なんといってもお楽しみですよ。私のとこなんかまだまだこれからですから。ああ、子供はいくつになっても同じですよ。うちのやつもうまくやってくれますか。どうですか。三リットル電はトレーに農商さんと農流さんとの混合用意、すなわち、混算を作用する日々です。ヒロギが3つだね。黄色の結晶であるが、光に触れると黒煙する。摂氏81度で融解し、240度以上に加熱すれば爆発する。爆発の際は、2分子の3ミトロトロエンが12分子の一酸化炭素と、それから2分子のメタンと1分子の水素と、それから3分子の窒素とになる。このように多量の雑菌を発生するから火薬として使用される。帰ってきた。お前この前も帰ったな。ああ、ちゃったっす。だってもう弟が生まれたんで、姉さん蹴ってみてんす。弟が生まれれば帰ってもお母さんのおっぱい飲めないぞ。そんなこと飲まない。お父さんはいつだ。お父さんの年忘れちゃダメだぞ。兄さん、先生行っておられるんだったな。ああ。私はが。うん、ダメだ。兄さんがおられるので、来て困ったりしないか。困ってないです。近所の人はよくやってくるから、そんなことないです。そうか。それありがたいな。お前もしっかり勉強しろよ。お父さんやお母さんに、あんまり心配かけるなよ。
よし。わし、ケルス。あ。なんだ先生、今度の日曜日に何でもみんなして遠征に行くんですけども、先生も行かないんですよ。今度の日曜はダメだよ。どうだするよ。うん。どうだするよ。どういうことだよ。いつもなさって、普通に伝えて。そうはいかんよ。親父に会いに来た。神社パンチ。なぜか。先生もまだお父さんに会いたいんですよ。それ会いたいさ。それはいくつになっても同じことさ。ガンスじゃ。一晩伸ばすべか。んでの。伊藤ケルンス。谷ケルンス。今度行くよ。お願いしますけ。先生、お達者ですか。うん。もういいお年でしょうね。いや、なかなかお元気だよ。ちょいちょいお目にかかってこのお相手をするよ。そうですか。白は持たれるけど、もうちょっとお目にかかってみたいな。うん。お前、先生のところのおふみさん、覚えてるか。さあ。金沢にいた時分、まだこれくらいだったが。ああ、覚えてます。ちょこんとした頭して、黄色い食類して。うん、もう大変立派になられてな。そうですか。随分泣き虫の子でしたが。どうだったかな。いや、今日は飲んだぞ。いい気持ちだ。お前なかなか強いな。いや、ダメですよ。お父さんはしかし毎晩こうは酒は飲まんぞ。今日は気持ちがいいので特別だ。お前、タバコはやらんのか。少しあります。うん、あるぞ。ええ。一本いただきます。うん。
少しはいいが、あまりやらんほうがいいぞ。こいつは頭悪くする。そうですか。ねえお父さん。実はこの間から考えてたことなんですけど、学校へそうかと思うんです。なぜ東京へ行きたいんです。どうして勤めが気に入らんのか。いえそうじゃないんですが、なまじこのまま向こうで勤めてしまうと、いつ東京へ出ていけるかわからないもんですから。僕は中学の時からずいぶん長い間お父さんと暮らすのを楽しみにしていて、今度こそ一緒に暮らせると思ったらまた秋田県の方に決まってしまって、僕はもうお父さんと別れて暮らすのがとてもたまらなくなったんです。それは僕だってせっかく学校を出していただいて、その上こんなわんわん言って申し訳ないと思ってるんです。この際東京出てお父さんのそばで仕事を見つけたいと思ってるんです。ねえお父さん、どうでしょう。うん、今なら東京にだって仕事はあると思うんですが。ないかん、そんなことは考えることじゃない。じゃあお父さんだってお前と一緒に暮らしたいさ。だがそれは仕事とは別のことだ。どこでどんな仕事だっていい。一旦与えられた以上は天職だと思わねえか。土平は言えんのだ。人間には皆分がある。その分は誰だって守らないかん。どこまでも尽くさないかん。市場は許されんのだ。やれるだけやんなさい。どこまでもやり遂げなさい。それでこそ運は守れる。それは仕事だ。辛いこともある。一苦一楽は遺伝まし、伝極まって福をなす者はその福を初めて久しだ。辛いような仕事でなければやりがいはないぞ。それをやり遂げて初めてその福を久しだ。わがまま言えん。がわ捨てんけりゃいかん。そんなのんきな気持ちでは仕事はできないぞ。ましてお前のはやりがいのある立派な仕事だ。大勢の生徒を預かって、家の方はみんな苦労されて、大事な息子さんたちをお前に任せておられる。先々良くなられるも悪くなられるも、皆お前の考え一つだ。お前のやることはどんな些細なことでも皆生徒たちに響くんだ。軽々しく考えちゃいかん。責任のある大きい仕事だ。お父さんはできなかったが、お前はそれをやってくれんけりゃいかん。お父さんの分までやってほしいんだ。お父さんはお前に頑張ってもらいたいんだ。離れ離れに暮らしていたって会いたきゃまたこうやって会える。これでいいじゃないか。お互いにやれるだけのことをやってこれで楽しいじゃないか。どうだろう、いいじゃないか。これでいいかな。分かったかな。まあしっかりやんなさい。
惜しかったな。もう少し時間があればもっと釣れましたね。うん。こんなことなら昨日の夕方釣ればよかったですね。うん。早いもんだね。あったと思ったらもうお別れだな。ええ。随分長い間楽しみにしてたんですが。まあいいさ。一晩お前とゆっくり話ができたんだから。とても楽しかった。お前、来て大丈夫か？ええ、大丈夫です。すぐだ。楽しみにしてるぞ。ええ。体は大事にせんといかんぞ。病気などせんように。ええ。今時、お役に立たんようじゃしょうがないからな。大丈夫ですよ。うん。気をつけてくれ。ねえ、お父さん。お小遣いあげましょうか。おお、お小遣いを。私にくれるのか。ええ。少ないですよ。もらってください。もらっていただこうと思って、別にしてたんですけど、あんまり少ないんで。そうか。じゃあ、いただこうか。どうぞ。いや、ありがとう。これは持って帰って、お仏壇にお揚げして、お母さんにもお見せしよう。ええ。いや、ありがとう。ねえ、お父さん。指輪すいませんでした。いや。どうも、わがまま言いました。いや。私も少し言い過ぎたが、分かってもらえてよかった。まあ、しっかりやってくれ。今時、安閑としておっては申し訳ないぞ。お父さんもやるぞ。まだまだやるぞ。なあ、お互いにしっかりやろうじゃないか。ええ、やりましょう。うん、忘れ物ないように。ああ、よく踏み石がなく。両先生に来ていただいて、一石の勘を尽くそうというわけです。まあ、いろいろ昔話も出るだろうと思うんですが、ぜひ一つ先生にもご都合して出席していただきたいんですが。おお、それはどうも。で、先生、いつがご都合よろしいですか？じゃあ先生はいつでもよろしいんだそうですけど。いや、私の方もいつでも喜んで。そうですか。
じゃあ中田早山はいいから、この土曜か、来週の水曜日あたりどうだろう。そうだな。先生、どちらがご都合よろしいでしょうか。じゃあ、甚だ勝手ですが、来週にしていただきましょうか。そうですか。実は、この土曜日あたり、せがれが出てきますもんね。そうですか。今、秋田県の方へ行ってらっしゃるから。洋平さんとかおっしゃいましたね。まずいぶん立派になられたでしょうな。いや、おいくつになられましたか。25になりましたよ。若旦那様がおいでになっていらっしゃる。お、そうだ。いや、おかえりなさい。いつ来た？1時間ほど前。そうか、早かったな。明日が当たってじゃないかと思ってた。止まらなかったのか、クリアは。ええ、おじさんにだいぶ止められたんですけど。持ってあげればよかったな。でも早くこっち行きたかったもんで。そうか。お嬢さん、お達者だったか。ええ、とてもお達者で。お父さんに行って、そば粉いただいてきました。いや、どうも。お嬢さん、まだ、あの湯飲みでお茶飲んでおいでで。そうか。で、どうだった、金さんは。いやー、よくやってくれた。お母さんに、ご報告しなさい。わしも安心した。お前は小さい時弱い子だったが、よく大きくなってくれた。いや、なかなか立派だ。今度はいつまでいられるんだ。10日ほど休暇をもらってきたんだ。そうか。じゃあ今度はゆっくり休めるな。お供を起こした成功、この前の時若くなったな。そうですか。うん。おう、まだあるな。ハゲですか。うん。覚えてるか。縁があるな、おかしい。お父さん。まあ、お前先は。まあ、いいから。そうですか。じゃあ、いただきます。あ、わしも後から入っていくぞ。どうぞ。私の浴衣を渡してあげなさい。はい。お風呂から出たら一緒にお夕飯を食べるぞ。はい。Thank you.
国3年の時に岩本と喧嘩して前線伝わって。どうだったかね。ええ、なおい、あの、いや、ひどい目になりました。職員室に立たせていて、先生忘れて先に帰ってしまったんですからな。そうだったね。あ、どうだった。堀川先生にもよく怒られましたよ。自分に先生はよく見つけられて。ああ、そうそう、あんた幼稚をよく見守りをしていましたな。こいつは犬見しながら、この春博士になる。おお、それはそれは。機敏子ですから、ひいきにしてるよ。その代わり、なかなか治りませんよ。だからって言うね。おい、あ、いや、どうも。先日ですが、ちょっとご挨拶申し上げます。本席は両先生ともお忙しいところをわざわざおいでくださいまして、我々一度花田感謝に堪えない次第であります。厚くお礼申し上げます。中学を出てから、ここに重優育成層図らずも今席一堂に会しまして、一席の感を尽くすことを言いましたのは近海これに過ぎるのであります。両先生ともこれをご縁に、今後とも、何分よろしくご指導のほど我々一度お願いいたす次第であります。何もありませんが、たくさん召し上がって、昔の中学生に帰って大いに愉快にやっていただきたいと思います。ちょっとご報告申し上げます。もうあとその他に2名見えるはずなんですが、佐々木は急に会社の出張で神戸から電報が来ております。読みます。両先生のご健康を祝し、ご正解を祈る。それから長西君からは電話がありまして、先ほど男のお子さんが生まれになります。母子ともに健全。目下取り込み中、ちょっと遅刻の良しであります。それはおめでたい。この度は私どもあくまでも盛大にお招きくださいまして、誠に感謝に堪えない次第です。皆さんの昔に変わらんお元気なお顔を拝見して、こんな嬉しいことはございません。私も昔皆さんから無事なと呼んでいただきました。だいぶ無事なも年を取りまして、ただいまではかえって皆様方のご指導を仰ぎたく思っている次第であります。どうか皆さんもますますご尊敬に、ますますご奮闘、職域方向の実を挙げられんことをお願いする次第です。甚だ簡略ながら御礼方々ご挨拶申し上げます。私の申し上げたいことは、ただいまの堀川先生の言葉にもうすっかり尽きております。どうか無事なに劣らず、この鶏もよろしくご指導のほどお願いいたします。さあどうぞ。しかし先生、本当にしばらく先生が東京においでになるとは思いませんでした。いや、どうも。いかん先生、一つ。ありがとう。どうも、あんたは大変立派になられて。いや、もう、奥さんは？あ、ありますよ。なおい、大体あるな。あ、おう、そうですか。皆さん、奥さんをお持ちの方、手を挙げて。
ものはあなたと私だけですか。そうですな。お子さんのある方、手を挙げて。はい、じゃあ。これはおめでたい。二人の方、手を挙げて。三人の方。さすがにまだ三人の方はありませんな。そうですね。先生、四人。これはおめでたい。なあ、堀川さん。しかし早いもんですな。もうみんなお子さんが割で活躍しておられるんですからな。早いもんですね。先生どうぞ。あ、これは。先生もどうぞ。私はもう十分いただいて。まあそうおっしゃらないです。どうぞどうぞ。しかし世の中のことなんてわからんもんですな。いやー、全くね。あんたがあの修学旅行の事件で辞められて、それから十何年か経った今日、またみんなと一緒にこうやって床にやっとるんですからな。そうですな。あ、先生はまだ、岩田に吉田の命日には、川里お供物を送ってらっしゃるんですか。いやいや、この間国に帰ってそれを聞きまして。いやお恥ずかしい。ただほんの気持ちだけのことで。いやその気持ちだけのことが、なかなかできるもんで。どうぞ。いやこうやってお話してると、皆さんにどっかやっぱり昔の面影がありますな。そうですな。全く妙なもんですな。ねえ、平田先生。私があの中学を辞めて国へ帰るとき、会をやってくださったことがありましたな。そうそう、そうでしたな。いやあの時のことをよく思い出すんですよ。西川の河原に水槽がきれいでしてね。そうでしたな。あなたはお別れに詩を歌われて、ころりとしましたよ、あの時の詩には。いや先生、詩におやりになる。それはもう大変お上手。ああ、それはお聞きたいですな。ぜひ聞かせてください。いや先生、お願いしますよ。一つ聞かせてください。おうおう、緊張緊張。お願いします。では、やりましょうか。いかがでした。ああ、今日はなかなか愉快だった。それは良かったですね。昔の連中がみんな立派になっててよくやってくれたよ。そうですか。ああ、ありがたいもんだよ。大したこともできなかった昔の教師を忘れないで、何から何までよく気がついてよくやってくれて嬉しかったよ。そうですか。ああ、今日は愉快だった。集まったんですか。みんなお前のことを大変喜んでくれて嬉しかったよ。どうですか。まあお前も皆さんに劣らんようにしっかりやってくれ。いや人間なんて何でもできるだけのことはしとくもんだ。
それとも誰か他に心当たりでもあるかに。いや別に。どのもらってみなさい。お前ももう立派に講師に合格したんだ。田舎で一人だと何かにつけて不自由だな。どうだ、お父さんならもらうぞ。ええ、お父さんにお任せします。そうか、任すか。いや、お兄さんならとてもいい。真っ黒になってよく働く。お父さんはああいう人をお前のお嫁さんに欲しかった。今日はどこへ行く？神田へ行こうと思ってるんです。また神田か。ええ、カードの本で欲しいのがあるんですけど、この間一つ見つけたんですよ。表紙が取れていて汚かったものだから、今日探してみてなきゃ。それ買ってこようと思ってるんです。一度上野の博物館も見ておきなさい。なかなかいいものがある。そうですか。一線であれほどいいものが見られるのは他にはあるまい。今ちょうど火山のものが配布できる。そうですか。見ときなさい。よく見ればわかるが、なかなかどうして。昔からの日本のものには深い味わいがある。ええ、行ってみましょう。うん。ああ、今日は帰りに平田先生をお連れしてくるから、お前もなるべく早く帰ってください。ええ。いいな。お父さんどうしたんですか。どうなってたんですか。ちょっと苦しくなってな。お父さん大丈夫ですか。お父さん。大丈夫だ。お父さん大丈夫ですか。うん、今日お休みになったらどうですか。いや大丈夫だ。私は今まで一度も会社を休んだ。お父さん、お父さん、おい、急いで医者へ行くんですよ。はい。お父さん、お父さん。ちょっと洋服を脱がしてくれ。なんだか変だ。お父さん。お父さん、お父さん。
父さん。お父さん。わかりますか、うん、平田先生いらっしゃるんですよ。うん、いや、これはどうも。先生。堀川先生、しっかりしてください。ありがとう。富士さん、両兵を頼みは。お父さん、しっかりやんなさい。何も悲しいことはないぞ。お父さんはできるだけのことはやった。ああ、私は幸せだ。力は及びませんでした。泣かれることはない。お父さんは立派なご産後だった。生きてる間にできるだけのことをやったからでなければ、あんな見事なご産後は滅多にできるもんじゃない。古川先生は実に立派なお方だった。あんたはあんないいお父さんをお持ちになってお幸せだったね。泣かれることはない。
ですね。せいちゃんも寝たでしょうか。せいちゃんきっと寂しがってるの。明日からお父さんも何かとご不自由だろう。ねえ、よかったらお父さんたちにも秋田の方に来ていただこうじゃないか。ええ。みんなと一緒の方がにぎやかでいいからな。ええ、そうですわね。僕は子供の時からいつも親父と一緒に暮らすのを楽しみにしてたんだ。それがとうとう一緒になれて、親父に死なれてしまって、でもよかったよ。たった一週間でも一緒に暮らせて、その一週間が今までで一番楽しい時だった。いい親父だったよ。